はい、ありがとうございます。先ほどまでは木下さんが JICA 海外協力隊に応募したきっかけからエチオピアで何をしてたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、ここからは JICA 海外協力隊の後何をしてたのか、今何をしているのかっていうところのお話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、まずそもそもなんですけど、 JICA 海外協力隊に2年間いるじゃないですか。2年間行った後どういう風にしたいなっていう風に自分の中で考えられてました？エチオピアにつながりは持っていたいなと思ってたんですけど、漠然としていて、エチオピアに行った時に考えてたアイデアがあったんですね。それがエチオピアでファッション誌を作ろうっていう。お、そうなんだ。結局ファッション誌はいろいろあって作れなかったんですが、養蚕農家さんを応援しようっていうパンフレットみたいなのは作ったんですよ。そうなんですね。でその案件を協力隊の時にできなくて、ずっと引きずってて気持ちが悪かったので、うん、日本に住む協力隊じゃなくアーティストの友達とかを集めて一緒にパンフレットを作るっていうのをやったと。はいはいはい、そうなんですね。まずとりあえず、うん、でそれはクラウドファンディングでお金を集めてやったんですけど、それでエチオピアに直接行って、どうやったら養蚕がもっと効率よくできるか、いい繭ができるかみたいなのを説明したりとか、はいはいはい、そういうことを最初の方はやってました。なるほど。ちなみにクラウドファンディングでどれぐらい集められたんですか？50万ですかね。そうなんですね。じゃあそういったところで帰国した後はエチオピアには関わっていたいし、はい、エチオピアで何か事業をしたいと思いつつ、はい、まあ、日本でできることっていうのをされてたってことなんですね。そうですね、はい、実際じゃあ終えられた後っていうところは何か別のことされてらっしゃったんですか？ご縁があってエチオピアの縫製業に関わる事業にお声掛けいただきまして。それってどういう事業なんですか？新興国市場開拓事業といってエチオピアの繊維とか縫製業を良くする、うん、製品の品質とか生産性を向上させるというプロジェクトに携わっていました、うんうんうん、じゃあその専門家としてまたエチオピアに行ったりするわけですか？そうですね、縫製教育専門家という名前で、はいはい、JICA 海外協力隊に一つのメリットは、はい、そういったつながりもできてくるから、その国で何かしたいなって思った時に、うん、横の広がりとかは増えますよね。そうですね、めちゃめちゃ増えました。それはいいですね。確かに、はい、なるほど。具体的にそこでは何をされてらっしゃったんですか？最初はリサーチで学校とか縫製工場でどういうトレーニングをしてるかとか、うん、実際の品質はどうなのかとか、そういうのを他の専門家の方たちと一緒に調査をして、はい、それが終わったらどういうふうなことをしたら品質がもっと向上するかみたいなのを提案したりして。めちゃくちゃ面白そう。面白いです。じゃあもうそこでどれぐらい専門家を続けられてた？それは2年ですかね、うん、今も進行中ではあるんですが、はいはいはい、もうすぐプロジェクトは終わるっていう感じです、うんうんうん、はい、なるほど。じゃあ今並走してされてらっしゃることもあるんですか？今は今後もそういった案件があった時に動けるような状況でいたいっていうのはあるので、うん、修行をしてるというか。修行ってどういうこと？何してるんですか？縫製工場があるんですけど、アトリエみたいな小さいところがあって、そこで一連の洋服作りの流れをそこで勉強しているって感じです。それは日本の企業？あ、日本の会社です。そうなんですね、はい、じゃあそういったところで、はい、もっとより深く服飾であったりだとか、はい、縫製であったりだとか、はい、そういった専門性を学べるようなところで今働かれてるっていう感じなんですね。そうですね。現場のちゃんと流れを体験して、実際にリアルなアドバイスができるようにもっとなりたいなと思って。確かにそうですよね。もともと JICA 海外協力隊に行くまでは服を作るっていうところの部分を担当してたんですけど、うんうん、それだけじゃなくて、はい、今は企業として一連のプロセス全部を見ることで、はい、その知見を持って途上国の事業とかで活用できるようなインプットにしたいっていうところで今されてらっしゃるってことですね、うん、その通りです。あ、なるほど、ありがとうございます。めちゃめちゃ面白いです。あ、そうなんですね、はい、エチオピアっていう関わりでいくと今なんか他にもされてらっしゃることあります？私が協力隊に参加する前に、うん、東京の葛飾区にある NPO 法人にお邪魔したんですね。へえ。で、そこは在日のエチオピア人の生活とかを支援している、うん、アディアベバ協会っていう団体なんですけど、うん、帰国してからそこで私のソーイングの何かを使って協力できることはないかなと思って、うん、今2年ぐらい細く長くそこに行っています、はい、じゃあそこでボランティアをされてるっていうことなんですよね、はい、今自分で何かもしてらっしゃるんですか？昨年はソーイングを教えてたんですけど、うんうん、今年度からみんなブンナっていう名前の任意団体を作りまして、うん、はいはいはい、同じ場所ではあるんですけど、うん、もうちょっと文化交流とか言語の交流とかできるような活動をしていこうと思って準備をしています。なるほど。ちなみにそのみんなブンナって何か意味あるんですか？ブンナっていうのがエチオピアの言葉でアムハラ語でコーヒーなんです。で、まあ、みんなは日本語のみんななんですけど、はい、じゃあみんなコーヒーになっちゃった
まあそうなんですけど、なんでかっていうと、はいはいはい、エチオピアの文化ってコーヒーセレモニーって言って、うんうん、日本のお茶のお手前みたいなセレモニーがあるんですけど、そのコーヒーを囲んで日常会話をするっていう。面白い、そういう文化があるんですね。はい、そのコーヒー飲みに来るぐらいのノリで集まってほしいみたいな、うんうん、いやですよね。そんな単純な話じゃないよね、みんなコーヒーみたいなね。ちょっと失礼しました。まあそう思っちゃう人もいるかもしれない。誰でも来やすいとか、はい、そんなに壁が高くないみたいな形で来てもらって、そこで文化とか言語とかの交流とかをしてもらうというところだったんですね。はい、なるほど。じゃあ今後そこも含めていろいろしていくような想定なんですか。そうですね。ありがとうございます。今後じゃあ木下さんがこういうことをしていきたいとかってあるんですか。みんなぶんなの活動をもうちょっとアクティブにしていきたいんですけど、そこは国籍とか性別とか年齢とか関係なく人が集まる場所にしたいんですね。はいはいはい、なのでそこで人がつながってそれぞれ助け合えるような関係、うんうんうん、例えばおじいちゃんが困ってる時に、あ、じゃあ私手伝えるよとかね、うん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 、言えるような場所作りとか、うん、そこで何かが生まれたら面白いなと思って。いや確かにそうですね。今そういう交流って日本の中では本当少ないですよね、うん、特に東京では。そうですね。なんでそういうのは確かに面白いかもしれないですね。ありがとうございます。はい、最後にっていうところでちょっと3つお聞きしてみたいなと思ってるんですけど、はい、フランスにもカナダとかいろいろ行ったりとか、アフリカとかにも行かれたりしてるんですけど、はい、海外を経験したからこそ日本っていうのをどう見てるのかなっていうのをお聞きしたいなと思うんですけど、どうですか。日本は私の感覚だと保守的だなって思っていて、いい意味でも悪い意味でも、うんうんうん、伝統とかを守っていて、うん、誠実だったりとかするところはすごくいいなって思うんですけど、うん、海外とか外国人に対しての不安とか恐怖感はあると思うんですよ。ね、少なくともあるよね。でしかも海外ルーツの人もすごい多いから、うんうんうん、外国人だからって外国の文化を全部持ってるかって言ったら違ったりするわけじゃないですか。そうですね。そういうところが保守的だなって思います。なるほど、ありがとうございます。あと木下さんが思う国際協力って何ですかね。国際協力って結構固い感じがしてハードル高いと思うんですけど、うんうんうん、私は単純に平和を望む活動と思うんですね。はい、なるほど。例えば自分の家の隣に外国人がいたとして、うん、難民の人だったりとかしたら、その人と一緒に時間を過ごしたり、お互いハッピーになったら、うんうん、私が幸せなことで彼女が幸せなことで、うん、さらにいいことができるって分かります。うんうんうん、そのエチオピアに住んでる母親に対してとか兄弟に対して幸せを共有できたり、その人のアクションが変わったりするじゃないですか。それは私も同じで、うん、だから別に国際協力っていうと海外に行かないとできないような気がしますけど、うん、全然どこでもできることって私は思ってるんです。うんうんうん、なるほど。確かに国際協力っていうワードがすごい先行してかつ大きく見えちゃうんで、うん、あれだけど実は身近でも国際協力はあるし、はい、実際自分たちが国際協力だと思ってないことも実は国際協力なんだよっていうところもありますよね。ありがとうございます。じゃあ最後になんですけど、木下さんだからこそできるアドバイスっていうところをいただきたいなと思ってまして、はい、何かありますか。国際協力が身近にできるっていうところで、うんうん、国内でできることってすごいいっぱいあると思うんですね。うんうんうん、知るっていうことがまず重要で、うんうん、例えば私がエチオピアに行くっていう話をした時に、うん、アフリカ危ないよとか言われたんですよ。うん、言うよねみんな。でも、はい、あなた実際に行ったんですかって思うし、うんうん、自分が実際行って全然安全だと思ったし楽しかったんですよ。うんうん、なので自分で体験して知ることがまず重要で、もしそれができないのであれば、うん、信頼できる情報をチェックするとか、うん、近所に外国の方がいるのであれば、その人の表面的な話とかだけじゃなく、うん、一緒に暮らしてみてその人のことを理解して知るとか、それがまず第一ステップで、その後は環境を整える。私たちは日本に住んでいるから過ごしやすいようにできるじゃないですか。うん、そうですね。で海外ルーツの人とか外国の人とかって、うん、精一杯努力はしてるわけじゃないですか。そうですね。で自分がエチオピアに行った時もそうだし、うん、でもどうしてもできないことがあったりするから、そういう時に動きやすいような土台を作ってあげる、うん、例えばいつでも声かけやすいように日頃から挨拶をしてあげるとか、うん、そうだよね。そう思うと国際協力って結構単純なことじゃないかなって私は思うんですね。でそれから興味が持ち出してもっとやれることないかなって思って、うん、いろんなことに発展すればいいと思うんです。うんうんうん、あともう一つアドバイスというと偉そうなんですけど、うん、自分が感じたことは自分が楽しむこと。私は結構自分ができることを全部してあげたいみたいな感覚がちょっとあるんですけど、うんうんうん、でもそうすると結局うまくいかないっていうの
が協力隊の経験で分かったんです。それは海外だけじゃなくて日本も同じで、なので自分が何かを国際協力とかやりたいときは相手主体にするべきで、これはまた深いですね自分たちが考えてこうしたいと思っているのはもしかしたら相手のニーズとはずれてる可能性っていうのは十分あると。だからこそ相手が主体でそれに対してのサポートをする、それがアドバイスになっていくんですね。そうですね。で自分が苦しいと絶対にうまくいかないから、うん、遊んでるのって思うぐらい楽しむことがすごく重要だと思います、うん、そうなんだよね。やっぱ関係性の構築はめちゃくちゃ大事ですね。大事です。うん、ありがとうございます、はい、今日は国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で今法制とか服飾に携わられている木下さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。